いや、ありがたいですね。なんかいろいろ初めてのことも多くて、あのみんなのおかげですね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。やっぱりあの、まあ初めはあのいろいろと企画で始まった僕たちですけど、うん、やっぱりどんどんチーム感が出ていったので、うん、でその中で今回はほんまに頑張って、うん、もちろんトップ10に入りたいっていう目標もあったし、やっぱちょっとでも楽しみにしてもらおうっていう曲でもあったので、うん、そういう意味で、まあ、あのウィークリーでは入れなかったけど、うん、一つなんかまた新しい最高位を出せて、うん、いつもより多くの人に知ってもらえたかなっていう実感があるので、やっぱめちゃくちゃ嬉しかったし感謝ですね。やっぱりあの初め必死だったんですよね、うん、まあ、今も必死ですけど、うんうんうん、なんかそのここは男って何やって自分らで模索する中で、うん、まあ、一緒に戦ってきたっていうので、うんうんうん、仲間でもありますし、うんうん、あとはほんまに、まあ、兄弟っていう言葉が一番合うと思うんですけど、うんうん、なかなか5人の若い俳優が集まって企画ものから始まって、うんうん、まあ仲良く なりにくいと思います、うんうん、仲良くはなるけど、うんうん、ほんまの意味での仲良くってなかなかならへんと思うけど、なんやねんって思うことがみんなそれぞれにあったりするやろうけど、うんうん、結局根っこですごく、うん、こいつらが好きやなってみんなが思ってると思うので、うん、そうなれた5人はなんかもうほんま家族みたいな、なんかすごいんですよね、ほんまに初めから。もっとやらなと思ったんですよ、前は。俺が仕切らなとか、俺が喋らなとか、もう全然みんなを信頼してるので、自分が楽できますよ。俺がこうな、どうやろうってなったら、あ、もうちょっと広く見って言ってくれる人もいるし、そういう人らがなってたらこうできるから、そういう意味でだから、あ、仲間感ってすごいなと思う。チームとそういう強みもあんねんなとか。正味ね、4人とも俺よりおもろいですからね。そうですか。意外と俺そのあんな爆弾持ってませんから、みんなみたいな。おい、こいつらすごい泉を持ってるなって思いますね。何が溢れてくんねんって思いますから。そう、だから俺なんかもう結構ベタなことしかできひんし、なんかまあうまくやろうともしちゃうけど、もうケイとかショウなんかもうどっからその回路どっからみたいな、天然さんが羨ましいですね。でも安心した相手にはと天然出るらしいので、そういう意味でだから相手らとおるとそういうと、俺のいいとこも出してくれると思います。そこからこうもうガンガン前に出るようになって、もうムードメーカーになってきた。ケイちゃんはもう何ですかね。いや、あいつがおらんかったこことかは多分もう解散してると思います。いや、コウスケはもう本当に今は僕のとても安心、あいつがおるからすごく全てにおいて楽できるというか、一番頭のいい子だと思います、いろんなこと、一番周りを視野が広いというか、なんかいろんなことをいっぺんにできる子なので、そういう意味ではあのセンス、言葉のチョイスとか、ワードとかもすごいし、考え方もすごいし、でラップとか自分の好きなことに対するこう方向も強いので、もう俺の形とは全然違うなと思って、羨ましくも思いますね。自分としてはやっぱもっと C とか書いたり、曲作りにもっと積極的に参加していって、もちろん自分のスキルも上げていきたいなとも思いますし、まあ、あとはみんなとしてはやっぱライブがしたいっていうのが一番になるので、ライブしてって曲つけて楽しんで、お客さんも喜んでくれるし、やっぱ俺らの音楽面ではまだ経験値がやっぱ一番浅いので、他のなんだろう、ステージの上に立つこととか、喋ることとかは経験値があるのでできますけど、やっぱそこに音楽がまだ負けてる時も全然あるので、そこはもう音楽が一番にならないとまずダメなので、あのセイントセイヤに関しては、
あのやったっていう感じがあります、うんうんうん、すごくあの稽古から、うん、もくれて入ったけど、うんうん、その熱量に負けないで、うんうん、まあ、やっぱ座長として、うんうん、いかなあかんなっていうのがあったので、うん、なんか腐らず、誰も腐らずやってくれたし、うん、俺も熱量出せたと思うので、うんうん、稽古から、うんうん、すごいシャッフルはちょっとその頃が今年すごく一番悩んでた時期なんです。セリフ量が今までで一番多いぐらいの台本やったんです。全部のセリフ量が、うん、民室劇なので、うんうん、で結構落ち込んでる時期で、うん、台本見てどうしようと思ったけど、でこんなベテランさん、この名のある人たち、うん、俺どうしようと思って結構ビビっていったら、もうそこにいる人たちがね、また素晴らしくて、もう亀兄がね、優しいんですよ。最高なんですよ、みんな。でももうあっくん、うん、赤子のバッグ、もうすげえ気持ちのいい人だし、うんうん、かっこいいし、仕事はパン、芝居も何でもバーンやってくるのに、うん、裏ではバリ優しいし、うん、アホなことばっかするし、賀来賢人はね、うん、しっかりしとるし、若いのに、うん、室さんはもうみんなに気遣いながら楽しませてっていうエンターテイナーやし、うん、で、髪にはバケモンやしっていう。バケモンでしょうね。バケモンですね。ではなかった。まあやっぱ永原誠樹さんっていう、我々演者の自伝なんですけど、誠樹、はい、さんっていう人がいるから、うん、そうか、しかも監督で目の前にいる。それがもう分かんなくなったんですね。何をどうしたら誠樹さんになるんやろうと考えすぎて、うんうん、でも自分がやる意味とか、でもこうやったら正義さんちゃうんかな、こうか、でもこうやらへんかなと考えすぎました。うーんってなっちゃったので、うん、でもその中でやることはやりましたけど、うんうんうん、必死で、必死だったですね、だから一番、もしかしたら。うん、舞台の方が役者のものですよね。役者のもの、作品としては、うんうんうん、あの上がったら好き勝手できるから、なんだ、うん、なんだか言うても、うん、でも映画はやっぱその舞台の熱量は舞台には勝てないけど、うん、その分繊細さと、うんうん、なんだろうな、空気感は出せないですよね。やっぱその自由なので、映画の方が音楽を入れるのも、あとかが音楽を入れたり色変えたり、うんうん、生のものを撮れるわけですから、うん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 、こう教室でのシーンがあったら教室を作るで撮ればいいじゃないですか、うん、リアルじゃないですか、うん、舞台の良さはその不自由さっていう、うん、不自由な中でいかにやっていくか、うん、いかに美しさを出すかとか、うん、その不自由さが故に伝わることもあるっていうので、うん、ああ確かにそうだなと思いますし、うんうん、もうとりあえず今すげえ楽しいです、うん、この楽しい、いろんなだが辛いこととか、うん、苦しいこととかも、うん、それを楽しめるような人間になっていくように、まあ、おもろい人間になっていくように頑張りますので、うん、これからも見ててください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。長々とありがとうございました。こちらこそ。